たわ。あ、ごめん、びっくりした。ふたば。ふたば。ふたばちゃん。ふたばちゃん。ふたば。近い近い。トバさん、近いです。トバ。トバ。こんにちは。いつもパケガーカチューの動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。パケガーカチューのバードスタッフのキツです。同じくバードスタッフタガです。バードスタッフ片岡です。お願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回の動画では10月に発売したハシビロコウカレンダー発売記念パケガーカチューの入園券プレゼントの抽選会を行いたいと思います。こちらのハシビロコウカレンダーなんですが、こちらはね、以前ここにいるタガ君とカメラの後ろにいる片岡君がね、はい、YouTube の方で紹介してくれました。こちらですね。こちらの動画はまたね、下に貼っておきますのでご覧ください。でさらっとだけね、説明をしたいかなと思います。こちらのカレンダーは今年の10月に高彩堂出版様から発売をされました。そしてね、こちらの写真がなんと双葉なんですが、日本全国のいろいろなハシビロコウの写真が月ごとに紹介されております。そしてお写真は双葉のこちらのフォトブックの著者でもある南幅俊介さんが撮ったというとてもね、豪華なカレンダーになっております。表紙が双葉ってことでよかったですか？表紙が双葉で、なんと中のね、10月も双葉です。10月も？そしてこちらのカレンダーを当園の売店、お土産広場、ハミングバード、そして公式通販サイト FBP にて購入して、10月末までにね、こちらのカレンダーに同封していたシリアルナンバーをメールでね、送っていただいて応募した方から抽選で10名様に掛川花鳥園の入園券をね、プレゼントするというイベントをね、実は行っておりました。応募ありがとうございます。ありがとうございました。そしてなんとね、応募が124名。そんなに？すごいですね。喜ばしい限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、今回その抽選なんですが、はい、10名様僕たちでね、決めたいなと思います。いいんですか？はい、いいんです。ありがとうございます。お願いします。もしかしてそこにあるのが抽選箱ですか？ここですね。目立ちますよね。目立ちますね。これもハシビロコウの担当スタッフね、 Y さんが作った。 Y さんが、そう、見るからにもう双葉ですね。
2枚でしかないですね。そしてこのどこにね、その抽選の要素があるかというと、なんと、はい、頭がパカンと開いちゃいました。2束が開いちゃいましたね。そしてなんとこの中に、じゃーん、手作り感満載のさあ、このね、抽選の紙が入っております。これ124名様分、シリアルナンバーをね、手書きで書いて夜な夜な準備をしました。夜な夜なですか。ありがとうございました。夜な夜なです。じゃあここからのこのガサゴソガサゴソ10枚選んで10名の方ね、決めていきたいなと思います。くたまの頭の中がこちらの方、さあ何番でしょう。じゃん、 KSC の229番さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらでじゃん、 KSC295 番の方、おめでとうございます。おめでとうございます。これお願いします。はい、開きます。バン、 KSC の248番さんです。おめでとうございます。いただいてるのかもしれないですね。開きます。4人目は KSC の170番さんです。おめでとうございます。ピック方、幸運な方、KSC の79番さんです。当てたが来ましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、で今度は KSC の288番の方です。2バーですね。ふたばばばですね。フラッタリングしてますね。あー、うまいですね。なるほど。まだ2個いっちゃおう。2個いっちゃいます。かかったので、KSC の76番の方です。おめでとうございます。引っかかった方が、KSC の138番です。あー、おめでとうございます。引っかかった幸運ですね。では最後私引かせていただきます。どうしようかな、あえて混ぜないでここから取っちゃいましょう。じゃあ開けてください。はい、では最後の方です。こちら KSC の235番です。おめでとうございます。この後ね、また入園券の方発送を行わせていただきますので、到着までしばしお待ちください。でなんとね、ハシビロコ担当からの特別メッセージの、ね、お手紙も一緒に同封させていただきますのでね、そちらのメッセージもね、楽しみにしていただければと思います。ちょっとね、動画撮り始めた時から、はい、若干抽選の方に集中できていなかった自分がいるんですけども、ダメですね、はあ、すいません、本当にそこは申し訳ないんですけども、その原因がですね、お二人の間にあるその庭、その庭、気づいちゃいました。気づいたっていうか気づかないレベルじゃん。気づいちゃいました。高くんも今これいたんすか。これ気づかない。めっちゃ怖いじゃないですか。これ高岡君気づいてなかったんですか。見えなかったですね。まあしょうがないですね。まあフレーム太い眼鏡かけてるとね、どうしても、ちょうど見えない位置でしたね。光がね、しょうがないです。そこはじゃなくてしれっとね、いました。もうずっといましたね。そう、ずっといましたね。かわいいハシビロコウたちが。実はね、このね、ぬいぐるみ2体もね、当園の、お土産広場ハミングバードの方で、あとね、公式通販サイト FVP の方で販売を行っております。こ
ちらをね、こう掛川赤ちゃんのもうオリジナルですね、ふたばちゃんがモデルになっております。見ていただきたいのはこの目玉ですね。目玉、そう、黄色いんですね、目玉が。あ、確かに。ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれませんが、ハシビロコウってだん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 目の色が変わってくる鳥さんでしてね、ふたばちゃんもね、今目が黄色いんですが、だん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 年を重ねてくるとこの後ね、青くなると言われております。うんうん、今またふたばはね、若くて目が黄色いので、ふたばちゃんモデルのこの子もまだ目では黄色いので、ぜひこの子をね、ゲットしていただきたいなと。これ本当リアルですよね。リアルです。この私ね、あの 足の関節、うん、ここね、ここもここあるのよね、関節がぷっくりしてますね、これ。そうそうそう、これすごいですね。あー、細かい。双葉も膨れてますからね、そこ。膨れてる。で、こっちがね、かわいい重視の。かわいい重視。デカデカぬいぐるみさんですね。大きい。くちばしすごいですね。大きいですね。くちばしすごいね。ピーナッツみたいね。目がもうキラッキラですね。ね。目ちょっと映しますよ。もうキラッキラですね。もともとね、ワンサイズ小さい子はね、販売をしてたんですが、はい、今回なんとね、全長80センチの LL サイズが80センチ？そう、誕生しました。すごいですね。でかい。でかいです、はい、今回の動画はここまでです。これからも双葉をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。